機はこちら。世界の平和を守ってください。数年前、最新の外宇宙観測望遠鏡によって太陽系に接近する巨大な彗星が発見されました。軌道計算の結果、地球への衝突は免れましたが、あまりにも巨大な質量のために太陽や地球近傍小惑星などへの影響は計り知れず、地殻変動、火山活動、太陽嵐や電磁波による通信障害など想定される被害は甚大なものでした。これを受け、人類は大規模な避難計画を実行。最も被害が予想される地域の住民や財産、また都市機能のほとんどをシェルターや他の土地へと移動させました。しかし、広範囲の土地や無人の町を放置しておくことはできません。そこで、かねてから国家間の共同プロジェクトとして開発されていた汎用ロボット G-MECに白羽の矢が立ちました。汎用性のみならず、堅牢性や拡張性を併せ持つ G-MECに自立思考 AI を搭載し、無人の土地、その管理のすべてを彼らに委ねることにしたのです。こうして人々が去った土地は G-MECの AI の街となりました。彼らは今も不眠不休で街を警備しています。彗星が通過し、やがて住民が帰還するであろうその日まで。皆さん、ご静粛に願います。フォーセブン警備保障にようこそ。我が社は主に彗星災害保護区と呼ばれる、彗星が及ぼす天変地異または災害予測によって全住民が避難した無人地帯に派遣され、防犯警備から建造物の補修、火山噴出物による火災の鎮火などといった警備保障サービスを提供する会社である。無論、それらのすべてを人力で行うのではなく、24時間稼働する自立思考 AI を搭載した無人の警備用 G-MECが執行している。君たちはその警備用 G-MECのメンテナンスを担うべく雇用された人員である。また君たちには作業に伴う移動の利便性と安全性に配慮し、有人操縦による G-MECに搭乗してもらう。ではよろしく頼む。こちらは管理部、フォーセブン警備保障本社司令室です。あなたが今日配属された新人さんね。私は現場指揮を担当するマネージャーです。これからよろしくお願いします。社長とのブリーフィングにもありましたが、我が社の主な業務は無人の警備用ロボット、通称 G-MECの管理と運用です。自立思考 AI を搭載した G-MECは24時間フル稼働で無人の街を警備しています。だから消耗が激しいの。そこで私たちの出番ってわけね。ではまず機体の操作を覚えながら目標地点へ移動しましょうか。画面に目標地点を示すマーカーが表示されます。そちらへ向かってください。
到着したわ。次は廃棄予定の警備用 G メックの解体作業です。あの G メックは稼働限界を超え廃棄が決定しています。対象に攻撃を当てて破壊してください。G メックからは再利用が可能なパーツを入手できることがあります。なるべく回収しておくと後でいいことがあるかも。では次の目標へ向かいましょう。ブーストを使って高速移動やジャンプも可能です。目標には機体を降りて接近する必要があります。機体を降りて目標へ移動してください。トウパイロットがスリープモード。デコイ起動。敵の攻撃が引き付けられます。はい、OK です。ここからはこの現場にいる先輩作業員と協力して廃棄予定の G メックを全て破壊してください。先輩といっても新人さんよりちょっとだけなんだけどね。じゃああとはよろしくね、先輩くん。聞こえてるか新人。よし、先輩の話はちゃんと聞いとけよ。俺はバイトリーダーだからな。お前が乗ってる機体が故障したり動けなくなった時は G メックを乗り換えなきゃならない。乗り換え用の G メックがあれば機体を失ってもミッションが続けられるんだ。よし、乗り換えるために G メックの配送を依頼しよう。よっしゃ、お前が降りた G メックは会社が自動で回収してくれる。新しく配送される G メックの投下地点はマップに表示されてるぞ。そこへ向かおう。できる G メックが全部失われるとミッション失敗だ。大事に乗ってくれよ。そうそう、言い忘れていました。地上での作業には危険がつきものです。いつどんな災害が起こるか全く予想できません。また防災意識向上の観点からも我が社では宇宙気象庁が配信する防災情報チャンネル水星天気予報の視聴を推奨しています。アビー、新人さんにラジオを聞かせてあげて。了解。今の声はアビー、フォーセブン警備保障の全作業員をサポートする AI よ。正式にはアブシディなんだけど、みんなアビーって呼んでるわ。皆さん、こんにちは。水星天気予報のお時間です。本日もアスガルズ水星に関する最新情報をお伝えします。ちょうど始まったわね。水星と水星による災害についての最新ニュースを扱っているから、なるべく聞いておいてね。いたぞ。撃て撃て。これ好き。はい、お疲れ。俺が処理した分も含めてこれで終わったかな。新人にしちゃ上出来だ。これからしばらく俺とお前でコンビを組むことになるだろうから、よろしく頼むよ。警告、地震です。警告、地震です。なんだ、また地震か。まあこの仕事してたら地震ももう慣れっこだよな。うわ、結構でかいぞ。戦闘結果を表示します。ミッションの説明をいたします。
社の警備管轄である KY 市にて警備用 GMEC のメンテナンス作業中に大規模な地震が発生した。同時に近傍の特急警戒火山1号が噴火した模様。宇宙気象庁によればこれらの因果関係は不明で現在調査中であるとのこと。また現場作業担当者から GMEC が暴れているという報告が上がっている。現場はまだ混乱しており、真偽や詳細は不明。水星天気予報から緊急速報です。先ほど KT 地方を中心に非常に大きな揺れを観測。これと同時に特急警戒火山1号 FJ 山が噴火しました。シェルター街にいる方は直ちに安全を確保してください。繰り返します。こちら管理部です。応答してください。あ、マネージャーさん、お疲れ様。そっちは2人とも無事みたいね。よかった。ところでそっちの GMEC の状態だけど何か異常はない？異常？別動隊からなんだけど警備用 GMEC が暴れてるって報告があったのよ。マジっすか。じゃあサクッと見てみますよ。ミッションが開始されました。絶賛会議中よ。これ、このバラバラになったやつ
回収とかするんですか？二人は何もしなくていいよ。今本社から回収チームが向かっているから、そっちに現場権限を移譲します。だからすぐ本社に戻ってくれる？また後だね。新人もお疲れさ。バイト初日から結構ハードな仕事になっちゃったな。でもよくやったぜ。じゃあ会社戻ろっか。完了しました。受領してください。こちらの資料をご確認ください。我が社の運用する警備用 G メックが暴走し、作業員を負傷させるといった事案が発生した。原因は調査中だが、本日起こった地震と火山の噴火を起因とする可能性がある。万が一のため、今後は機体に一部武装パーツの取り付けが許可されることとなった。各自ハンガーで武装の選択、装備を忘れないように。さて今回の仕事だが、社屋の裏手にある丘陵地では、以前より GMEC 関連のものとみられる粗大ごみ等の不法投棄が散見されていた。技術部によれば、これらのスクラップやジャンクパーツはリサイクルが可能で、今後のために多くの資材を確保したいとのこと。よって手すきの作業員は裏山に赴き、有用なパーツがあればそれの回収を頼みたい。皆さんこんばんは。水星天気予報です。一部の報道で隕石が落下したとの情報がありますが、それは誤報です。間違った情報に惑わされず、パニックにならないよう冷静な判断をお願いいたします。こちら管理部です。先ほど発生した警備用 GMEC の暴走については、現在原因を調査中ですが、この暴走機体の処理もあって、想定よりも GMEC 関連パーツの消耗が激しく、備蓄も乏しいことから、今回ジャンクパーツの回収が行われることとなりました。こちら技術部だ。すまんな兄ちゃん、ゴミ漁りみたいな真似させて。あ、おやすさん大丈夫ですよ。あ、こいつ新人っす。おお、あんたが新人か。いきなり危ない目に遭わせたみたいで悪かったな。俺は技術部で主任やってんだ。よろしくな。で、おやさん、スクラップってどのあたりに落ちてるんです？ああ、もうそこいらに落ちてるよ。ちょっと目立たないところとか。まあ、とにかく質よりも量だ。どんなクズ鉄でもいいから、じゃんじゃん持って帰ってくれ。何でもリサイクルしてやる。ミッションが開始されました。こちらは技術部だ。
新人にパイロットの装備について少し説明させてくれ。パイロット用にGメックを丸ごと露飼できる武器を用意しておいた。ただこいつの弾は一度の出撃につき数発しか支給されねえ貴重な弾だ。くれぐれもよく狙って撃ってくれよ。確認した。 G メックのゾンビか。アブシディ、そいつをスキャンできるか。スキャン完了。無人の G メックです。複数の AI が搭載されています。複数の AI だと。こっちに来やがった。気をつけろ新人。こちら技術部、アブシディ、そいつの AI データは送れるか。データを圧縮、送信しました。はあ、なんだこりゃ、ジャンクパーツの寄せ集め。なんで動いてるんだ。とにかく、そんなのが他にもうろちょろしてるかもしれん。気をつけていけよ。了解っす。電気を確認。おそらくデコイとして役に立つはずだ。ただし装置の起動は機体から降りての作業となる。少々危険が伴う。装置の位置はレーダーに表示される。装置周辺に敵影がないか慎重に判断してくれ。周囲の様子はどうだ。周辺に金属反応を検知、レーダーに表示します。行くぞ新人。電気を確認。機体の改造依頼が受理されました。機体の改造依頼をしました。受領してください。
一度会社へ戻ってくれ。どうかしたんすか？探せばまだあいつらどっかにいそうですけど。そこだけじゃねえ、他のエリアにもそいつらがうじゃうじゃ湧いてるみたいだ。今正式なミッションとして対応するようマネちゃんたちが上へ掛け合ってる。とにかく現場の状況を知りたいそうだ。兄ちゃんたちからも事情聴取したいとよ。あれ、了解っす。今日は残業っすかね。ああ、そうかもな。よし、じゃあ戻ろうか、新人。しかし、G-MECの暴走といい、今のジャンク G-MECといい、今日は何なんだ。一体何が起こってる。ご静粛に願います。G-MECが暴走するなんて信じられねえな。しかし万一に備え、お前さんの G-MECも武装しておいた。好きなようにカスタマイズできるが、今はこの機体しか用意できないから説明を聞いてくれ。G-MECは自由にカスタマイズできるが、基本的な能力を決定づける重要なパーツがある。それをキーパーツという。例えば頭部はカメラやサーチ機能、胸部はジャンプなどのブースト機能、脚部は移動全般の機能を担っている。ぶっちゃけ足だけあればなんとかなる。胸部と脚部は破壊されると機体全体が爆発してしまうから気をつけてくれ。腕部には武器を持たせることができる。しかし腕部以外にも設置することは可能だ。こちらの資料をご確認ください。新しいミッションがあります。戦力を整えて迎え撃ちましょう。いいパーツが手に入ったぞ。見ていってくれ。